はい、どうもはじめまして、はい、中でジャーナリストの増山と申します。本日、自由民主党の沖縄県支部の連合会、事務局長の金城さんにお話をお聞きしたいと思います。金城さん、よろしくお願いします。こちらこそ。なんとも東京の方に通われて、安倍さんに会いたいという申請があったと思うんですけれども、いまだ会うことができてなかったり、冷遇というふうに表現されるメディアもあったと思うんですけれども、実際にの自民党の皆さんとしては、自分のたちの県の代表である尾長さんが安倍さんと会えない、この状況についてはどう思われますか？今の質問ですけどね、はい、僕の方でもう少し整理をしてお答えしたいんですけども、まず尾長知事が当選をして、はい、で、すぐ衆議院選挙がありました、はい、で衆議院選挙終わってですね、はい、安倍内閣が12月の24日にですね、はい、組閣をしたんです。新しく安倍内閣が発足したんですね、はいはい、で24日前後にですね、尾長さんが上京して、はい、選挙の当選のご挨拶をしたいということで、どうも自民党と官邸の方にそういう要請があったやに聞いてます、はい、去年の末ですよ。これは当選のご挨拶、はい、尾長知事のですね。でその時に官邸の返事はこうですね、まだ新しい内閣も発足していない、はい、で今組閣中であるゆえにですね、まだ今の段階でお会いしてということにはならないんで、もう少し落ち着いた時にまた考えましょうと、はい、いうことで丁重にお断りしたということですね。自民党も同様です。だからこの時はそういう状態でお断りしました、はい、でその時はですね、沖縄担当大臣が多分会っていたと思いますね、はい、年末はね。で年が明けてですね、新しい内閣が発足して年が明けて、はい、1月の5日からの仕事始めですね、はい、月曜日1月の5日だったと思うんですけども、1月の5日のですね、朝の10時半に県の幹部がこちらに見えてました、はい、4名で、はい、で私がお会いしました。ああそうですか。で県の幹部の申し入れはですね、はい、沖縄のある案件でですね、自民党本部にぜひご挨拶に尾長知事が行きたいと、はい、でこれは1月の7日に設定したいと思うんですけども、いかがでしょうかと、はい、いう申し入れでした、はい、でその申し入れ書の紙を見ましたところね、はい、サトウキビのこの要請で尾長知事が自民党本部で、はい、に要請したいという内容ですよね、はいはい、で私はその時に県の幹部の方々にお答えしたのは、はい、この要請団の中に沖縄 県知事をはじめとする県庁幹部の方々、はい、それから農業団体の方々、はい、この2団体の要請でした、はい、この農業団体はお受けしてますよと、はい、いうことをはっきり申し上げました。農業団体については私もが引き受けて全部自民党 その畑作小委員会でもですね、関係の国会議員にもアポ取りも全部いたしますと、はい、ところが尾長知事の要請についてはですね、ちょっと留保させてくる、はい、ということで、その時は一旦丁重にお断りしました。それはなぜお断りされたんですか？まだね、尾長知事が自民党本部に出向いてきてですね、はい、サトウキビの価格のお願いをするとかですね、はい、まだそういうふうな状況にはなってないんですね。でなぜなってないのか、はい、彼は衆議院選挙の際にですね、はい、自民党候補をやっぱり全部潰してやろうということで街頭でそういう発言をしながらですね、はい、我々と敵対的な選挙をやってきた人なんですよ。あ、なるほど。で候補者も立ててですね、はい、自民党候補者を潰せと、はい、
そういうふうなあのことをやってきた人なんですよ、はい、その人あの選挙を終わりましたから、はもうノーサイドですよ、どうぞいらっしゃいっていうことにはならないですね。あ、なるほど、うん、やっぱりこの辺の選挙の総括もきちっとやった上でですね、はい、この人のこのお願い事について自民党としてはどういうふうな対処ができるのかなということを、はい、自民党の中でもう一回あのこう検討する必要があるんだろうというふうに思ってましてね、はい、で 5日に来た段階で僕はお断りしました。なるほど。で、あの7日にはですね、尾中さんは6日かな上京してますね、はい、で自民党には当然、まあ、お断りしてから来なかったんです、はい、で8日の予算の会議にもあの申し入れはありませんでした、尾中さんから。あ、そうなんですか。そのことを次に聞こうと思ったんですが、あったと言いますけどね、はい、ないんですよ。尾中さんからの申し入れはありません。私がここでお断りしただけなんです。で官邸にじゃ あの8日に申し入れがあったかと言ったら、はい、官邸にもないはずですね。ああ、そうなんですか。であの自民党の8日の朝 の、はい、あの会議でですね、はい、こういう発言がありまして、あのあるあの国会議員に、はい、新聞には尾長さんが大臣に、はい、沖縄担当大臣に会いたいと、はい、いう申し入れを役所が断ったと書いてあるけども、はい、これ事実かという質問に対して役所の方の回答はですね、はい、尾長知事から予算の件でや山あの大臣にお会いしたいという申し入れはありませんでした、はい、なかった。両者だからお断りしようもありませんよという事務方の返事でした。なるほど。だから皆さん報道とですね現実とはちょっと違うんですよね、はい、これがあの8日の予算の時の、はい、あの経過ですね。で予算が決定をしましたね14日に、はい、で尾長さんは決定を受けてお礼に行ってるんですよ、はい。でその時にですね、官邸に申し入れがあったようです、はい、正式に、はい、これどういう形であったか分かりませんけどね、あの官房副長官が官邸で会ってますね、はい、あの尾長さんと会ってるんです。で尾長さんは終わった後の官邸の1階のぶら下がりで、はい、私があのその知事選挙のこの民意を受けて当選をしたと、はい、この民意とは辺野古は反対であるということもきちっとお伝えをしたということで新聞に書かれています、はいはい、面会した官房副長官もですね、はい、そういう話はなかったと言ってるんですよ。うーん、ちょっと いろいろ食い違う部分がありますね。あの官房副長官は官房長官に報告をしてるんですけど、官房副長官も記者会見でそういう話はなかったと報告を受けてると、はい、で実際に私どもはないと思っています。それはなぜですか。尾長さんがどういう話ぶりをしたのか分かりませんけどもね、あの辺野古の方であのが沖縄の民意ですよ、だから私は反対ですよっていう明確な話はしてないんじゃないかと思うんですね。こういうあの言ったようなようですね、この官邸の官房副長官だけではないんです、沖縄の中でもいくつかあるんですよ。尾長さんは、はい、辺野古のノーだとはっきり沖縄の民意を申し上げたと、はい、聞いた側はですね、いやそんなことは言ってなかったということがですね、実はこの官房副長官の会見の前の2回あるんです。沖縄の県の、それは県の中のどなたとお会いした時ですか。あのいろいろまた問題が出てくるとまずいんで直接あの誰とは言いませんけども、国の出先です、両方とも。なるほど。国の出先の長です。はい、だからあのちょっとおかしいなと思うんですね。だから皆さんがあの報道されている内容とですね現実とはちょっと違いますよっていうことは少し申し上げた。で今あの私が知りうるあの現実は今申し上げた通りのことですね。だから何も異常もしてませんしね、あのそういうつもりも一切ありません。この尾長さんの東京でのその行動というのはまあこの辺ですね。このところでしょうね。